鍋島直重がすごい、主家の取りに成功、時勢を見る目と優秀な智謀を持った肥前の名将、日本の幕末。日本は革命派と幕府を盛り立てていこうとする派閥に分かれて、戦国乱世のような雰囲気が漂ってきます。日本は長らく鎖国をしていたため、優秀な兵器はあまりありませんでした。そんな中、日本で最新鋭と言われるガドリング砲が出現。回すだけで敵を数百人規模でなぎ倒すことができるこのガドリング砲ですが、幕末の日本にはたったの3丁しかありませんでした。このうちの2丁は越後の小国である長岡藩が保有することになります。そして残りの1丁が九州の佐賀藩が保有します。この佐賀藩の当主である鍋島寛宗と言われる人物は、非常に時勢に鋭い目を持ち、西洋技術をいち早く取り入れて海軍を創設したり、人材育成に非常に熱心な人物でした。この寛宗の鋭い時勢感に感服した家臣たちは、彼のことを佐賀藩の初代当主である鍋島直重の再来だともてはやしたそうです。さて、今回紹介するのはこの佐賀藩初代当主である鍋島直重をご紹介したいと思います。主君がハンターに刈り取られる。鍋島直重は龍蔵寺家の当主である龍蔵寺高信の信頼を勝ち取り、右腕として活躍していきます。しかし、彼の運命は大きく変化する事件が発生します。それは島津軍との決戦である沖田縄手の戦いにおいてでした。この戦いにおいて、ヒューマンハンターである島津家久の率いる島津軍に龍蔵寺軍は敗北してしまいます。さらに龍蔵寺四天王と言われる優勝たちだけでなく、当主高信も討ち死にしてしまいます。このことを知った直重はショックを受けて自害しようと考えますが、家臣や龍蔵寺家の家老としての責務を考え、なんとか思いとどまり、島津家と和睦をして龍蔵寺家立て直しを図ります。時勢を見抜く鋭い目。直重は龍蔵寺家の本拠地である佐賀城へ帰還すると、豊臣秀吉に対して手紙を送ります。その手紙の内容は、島津家を早く討伐してくだされというものでした。この手紙を受け取った秀吉は直重の意見を聞き届け、島津討伐へ向かいます。当時九州地方で豊臣秀吉に目をつけたのは大友宗麟とこの直重だけでした。直重は秀吉が大軍を率いて九州へ来ることを知ると、島津家と縁を切って豊臣軍に加勢します。秀吉は直重がいち早く豊臣家に味方したことを喜び、彼に龍蔵寺家を取り仕切るように命じます。この命令に従って直重は龍蔵寺家を取り仕切ることになります。家康の天下統一を見抜く。その後も直重が龍蔵寺家を取り仕切っていき、龍蔵寺家の家臣や高信の弟たちからも非常に信頼されていきます。こうして龍蔵寺家は名前だけの存在となっていきます。そして秀吉が亡くなると、豊臣家と徳川家が天下の覇権をかけて戦うことになります。九州地方では豊臣方へ味方につく大名が多い中、直重は徳川家康が天下統一をするであろうと予想を立てます。彼はこの予想に自信を持っておりましたが、万が一外れた場合のことを考えて、嫡男勝重に軍勢を与えて西軍に参加させます。そして彼は家康に手紙を送るとともに、尾張地方の米を買い占めておきます。直重はなぜ尾張周辺の米を買い占めたのでしょうか。それは家康に兵糧を献上するためです。彼は尾張周辺で西軍と徳川軍の決戦が行われるであろうと考えます。そして彼は徳川軍が上杉討伐から尾張平野に来た際に兵糧が少ないであろうことを見越して、兵糧をあらかじめ買い占め、家康率いる東軍がやってきた際に兵糧を差し出すことによって東軍に協力姿勢を見せようと考えたためです。この作戦は見事に当たり、徳川家康は直重に感謝の書状を送っております。そして直重の予想は見事に当たり、徳川家康が三成率いる西軍を打ち破り、天下の覇権を握ることになるのです。直重は家康に手を貸したことによって、所領は安堵されて明治時代まで生き残ることになるのです。戦国史ライター黒田蓮の独り言。さて、直重が龍蔵寺家を主導していき、関ヶ原の戦い以降は直重が龍蔵寺家元い佐賀藩の当主となっておりました。では龍蔵寺家はどうなったのでしょうか。直重が家康から領土を安堵された後、龍蔵寺家の当主であった龍蔵寺高房は
直重が龍蔵寺家の実権を持っている状態に怒りを覚えて、自分の奥さんである直重の養女を殺害して自分も自害しようと企み実行に移します。しかし自害に失敗した高房は死にきれずに生き延びてしまいます。また直重の養女も寸出のところで助かります。この事件を知った直重は激怒し、高房へ文句があるなら言いに来いやと江戸城にいる高房へ手紙を送りつけます。この手紙を見た高房はビビってしまい、二度と佐賀へ帰国することはありませんでした。そして佐賀藩は名実ともに直重が当主として君臨することになるのです。